皆さんこんにちは。今回は、また不気味なチャンネルがあるという話を教えていただいたのでそれについて取り上げます。不気味というか、不謹慎な動画を多く出しているチャンネルがあるのですが、実は複数のチャンネルで同じ動画が出されているのです。視聴者さんから、どこかの病室と亡くなった芸能人の写真を合わせてアップしている奇妙なチャンネルがある、という話を聞きました。その動画というのがこちらで、今年の8月に亡くなられた桑原和夫さんに関する動画なのですが、桑原和夫の生前最後のビデオ、というタイトルでどこかの病室を写した写真とともに、桑原さんの写真が使われたサムネイルです。内容は、おそらく英語で桑原和夫さんのニュースを読み上げているだけのものです。サムネイルが衝撃的なもので、内容は非常に薄っぺらく。サムネイルで釣って再生数を稼ごうという悪質なチャンネルではないかと思われます。アップされている他の動画を見てみると今話題になっている日本のニュースに関する動画が多くアップされており、桑原和夫さん関連の動画は複数本あります。サムネイルは先ほどのものと同様、本人の写真と、また別の写真が使われておりました。さらに奇妙なのは、同じタイトル、サムネイルの全く同じ動画が別のチャンネルからも多数アップされているのです。例えば、先ほどお見せした、生前最後のビデオ、という動画ですが、タイトルで検索してみると、このように同じタイトルやサムネイルが使われた動画が大量に出てきます。ただ、どれも別のチャンネルからアップされているようで、かなり不気味です。動画の中身は微妙に異なっており、複数枚の写真を使ったスライドショーであることには変わりないのですが、話している人の声が変わっているので、おそらくそれぞれ別人が作っているものと思われます。また、いずれも日本語で話しておらず、タイトルや概要欄に書かれているのは日本語ですが、実際の映像で聞こえるのは日本語ではないので、一体誰に向けて作られた動画なのかわかりません。このことから、やはり再生させることが目的で作られた動画であり、なおかつ外国人によって、日本人に再生させることを目的としてこのような動画が大量に作られている可能性が高いです。非常に悪質ですが、複数のチャンネルで同じような動画がアップされているということは、ある界隈で、このような動画を作る手法が確立されているのかもしれません。ほとんど再生回数がありませんが、中には1万再生を超えているものもあり、何度もこのような動画を出すことで、運よく数字が取れることを狙っているのかもしれません。いずれにしても、このようなチャンネルは悪質であり、一体どこの国でこのような手法が流行っているのでしょうか。今回は、これらのチャンネルについて詳しく調べていきます。さて、この手の動画をアップしているチャンネルをいくつかピックアップしてみましたが、非常に多いです。それぞれのチャンネルの概要を確認してみるとイタリアとアメリカのチャンネルが一つありましたが、それ以外は全てパキスタンであることがわかりました。その中でインスタグラムのアカウントが掲載されていたので、そちらを確認してみます。投稿されているものはないですが、アイコンを見るに動画を投稿している人物と同一人物っぽいですね。フォローしているアカウントを調べてみるといくつか怪しいアカウントがありました。一つはこちらのアカウントで、あるマーケティング会社のものです。説明文を見ると、YouTube の収益化や SEO などの方法を提供している会社のようです。例えば、YouTube で削除されたチャンネルを復活させる方法や YouTube でより収益を得る方法などを販売しているそうですが、中には再生数増加サービスもあるようで、どのような手段で増やすのかは不明ですが少し怪しいサービスもありました。さらにこちらのアカウントですが、こちらも同様で YouTube の登録者を安い価格で販売しているというようなことが書かれています。このように、今回のチャンネルを運営している人物は、この手の企業とつながりがある可能性が高いです。また、このアカウントがフォローしている中で、YouTube チャンネルを運営している人物がいたので、そちらを確認してみると、
40万人ほどいるチャンネルで、先ほどのように日本語の動画はないですが、同じくニュース系のチャンネルのようで、サムネイルの構図がいくつか似ており、死亡ニュースを取り扱っているものは、亡くなった人の写真と、病院で苦しんでいるような写真が使われているものが多く、冒頭で紹介したチャンネルと構図が非常に似ております。こちらのチャンネルはインドのチャンネルで、おそらく中東ではこのようなサムネイルが、再生数稼ぎに良いということになっているのではないかと考えられます。今までの情報を一旦まとめると、不謹慎なサムネイルで釣り動画を作っているのはほとんどがパキスタンのチャンネルです。これらのチャンネルを運営している人物の中には、YouTube のマーケティング企業とのつながりがある可能性があります。これは私の推測ですが、再生数を増加させる手法を広めているのは、中東のマーケティング企業ではないかと考えています。この企業は Facebook もやっているのでそちらも確認しましたが、顧客の YouTube チャンネルをいくつか投稿しており、YouTube チャンネルを成長させる方法などを教えているようです。おそらくそのような手法の中に、今回のような日本向けのニュース動画を作るというものがあったのではないかと思います。アメリカやイタリアのチャンネルもありましたがおそらく運営しているのは中東の方で、古い動画を調べると、インドの言語が使用された動画がありました。このことから、今回の不謹慎な釣り動画についてですが、主にインドやパキスタンの人間がやっていると思われ、再生数稼ぎの手法として教えているマーケティング企業がいるのではないかと思います。このような話は日本でも例外ではなく、例えば切り抜き動画や、ゆっくり解説は、YouTube で儲かる方法、として情報商材屋が売っていることがあるらしいです。最近こういう動画が流行っているな、と思ったら今トレンドの稼ぐ方法、なのかもしれません。いかがでしたでしょうか。たまに不謹慎なチャンネルはありますが、今回のように海外の人が日本に向けてやっているのは、珍しいのではないでしょうか。それも、結構多くのチャンネルがやり始めているので、悪質ではありますね。中にはちょっとグロい写真も使われていることがあるので、皆さんもニュースを調べる際には注意してください。日本が狙われている理由としては、国によって広告単価も違うらしいので、それが理由で狙われているのかもしれませんね。